だか久々に静かだな。ソラちゃんは朝のランニングだし、みんな張り切ってるな。マシオイ、こっちも読むの？はい。もう10冊は読んだよ。アゲハさん。ヤッホー、みんな来てくれたんだ。お母さんじゃないんだから。それはこっちのセリフです。夏美さん。アゲハちゃんのお友達？そうなんだ。夏美さんはバイトの先輩。ここ何か物足りない気がして。短い時間であっという間に書いちゃうなんて。ありがとう。私にもマシロンさんみたいなセンスがあったら。いえいえ、そんな。へえ、面白そうじゃん、マシロン。夏美さんが言うようにマシロさんにはセンスというものがあるんだと思います。それは絵本と関係ないけどね。欲しいの？まずはお話を考えないと。